手塚武正から1932年3月1日は時刻表の父として知られる明治期の実業家。日本最初の月間時刻表とされる記者帰遷旅行案内の発行者。現在の山口県萩市須佐出身。元の名は岡部著三郎。長州藩士の家柄だが家品で四書五経を独学で収めた。 長州繁栄大家老のマスだけが設けた、教皇、育英館で学び、33歳の時に上京し、慶應義塾に進んだ。その後、公院新史社を創立し、政治経済雑誌を発行する一方、公院新史を発売し、政治活動を始める。昇電平五郎らの勧めで1894年に、旅行案内を刊行し旅客の便を図る。 1894年に、恩師の福沢諭吉の勧めで、英国の時刻表を手本に、記者機船旅行案内を発行した。全国の時刻表をまとめたもので、現在の時刻表の基礎を築いた。1914年運輸局長、木下俊夫の圧戦で、公演紳士社、公益社、博文館の三社が統合し旅行案内者となり、社長就任。続いて、 星トールらと東京市街鉄道を起こし、1906年東洋印刷を設立し社長。1907年帝国劇場の創設に参加。1912から14年帝劇専務。1929年武蔵高等校歌学校創設。山陰本線須佐駅前に、時刻表の父、手塚武正賢章の日が混流され、 功績を紹介する説明版が立てられている。碑文の記号は、萩市長野村京地語。ありがとうございます。